こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、産後の生理再開、月経が再開した時に産んだら生理軽くなるって思ってる人がすごく多いんですけど、実際そういう人も多いんですけど、中には産後の生理が再開したら妊娠する前よりも生理が重くなってしんどくなった、なんなんこれっていう相談がねちょこちょこあるんですね。さあ、産後の生理がひどくなる理由、そして対処についてお話ししてみたいと思います。頑張らんでええです、適当でええです。産後の生理、もともとその排卵生理っていうのをこう何回も何回も毎月毎月何回も何回も繰り返していくことで、卵巣とか子宮とかって内膜が剥がれたり、卵巣の中からこう卵子がポンって飛び出す時ってこう壁をぶち破っていって、ここぶち破られたとこ修復してっていうのを毎月やってっていう、細胞がこう壊れたり修復されたりっていうのを毎月毎月繰り返してるんですよね。でこういうのを繰り返していくと、女性の体っていうのはどっかの拍子にうまくそれが修復できなかったり、ちょっと失敗しちゃったりみたいなことも起きてくるんですよね。いつもいつも人間パーフェクトにいろんなことをできるっていうプログラミングはされていませんので、たまにあ間違えたみたいなことが、ね、当然ね人間だからあるんかなというふうに思います。なので生理痛っていうのは排卵を重ねれば重ねるほどやっぱりこう修復するときに失敗したりなんやかんやで、はい、うまくいかなくなったりとかっていうことが起きやすくなって、回数あればね、数あってなんぼやからねっていうので生理痛がひどくなっていきやすいっていうふうにはまあ言われてるんですよ。って考えると、妊娠出産そして授乳期っていうのがあると、その排卵が止まってる時期っていうのが長いですよね。その止まってる時期に卵巣も子宮もちょっともうなんか細胞をぶち破られてまた修復してっていうのをやらんでいい休憩の時期がある、あ温存しとこ力みたいなね、はい、そういうことですごくいい状態に卵巣も子宮もなって、産後生理が再開される、だから生理痛が良くなる、その傾向があるとは言われているし、まあ、その通りやなとは思うんですよ。でもこれね、統計取った実験がありまして、多くの産後のママたちのね生理をね、どうだった、産後の生理再開して軽くなった、それともきつくなった、変わらへんっていうのを聞いたところ 68% やったかな、結構過半数の人たちが妊娠前と変わらないと、同じやわ生理痛はみたいな答えを返してきたんだって。でその中のだいたい 30% ぐらいの人たちが軽くなりましたって答えたそうです。で残りの 10% 強ぐらいの方々が、おかしい、産後は軽くなるって聞いてたのに産後生理がひどくなったよ私たちっていう人が 10% ぐらいはいらっしゃるんですね。っていうふうに考えたら、まあ多くの人たちが変わらない、軽くなった人の方が多い、でも重くなった人も10人中の1人や2人ぐらいはおるよということなので、決してそんなめちゃくちゃレアなケースではないなというふうに思うんですよね。って考えたら、産後やからといって生理がひどくなっても軽くなっても変わらなくても、どれにをとっても別に異常でも何でもなくて、あなたはこうだったよねっていうだけのね、個人差なのかなっていうふうに捉えてもらうのが、まあ一番分かりやすいのかなっていうふうに思います。で私は12人産んできたんですけども、生理そんなに変わらなかったかな。ただね、周期が変わったりとか、32日周期だったやつが次産んだ後28で綺麗に来るように変わったりとか、28で綺麗に来てたのに次産んだ後35日から40日周期にすごい間延びしたりとか、あとは生理の開始、私はいつもだいたいまあトイレ行ったらドバって出血してわーみたいなのから生理始まることが多かったんだけど、12目産んだ後やったかな、なんかね生理がこういきなり始まってわーっていうのじゃなくって、最初になんかちょっと出血してるかなこれぐらいのやつが2日ぐらい続くんですよ。ほんで3日目ぐらいにドバってきて、ああやっぱり来たわみたいなね、このなんか準備しときやみたいな、教えてくれる期間みたいなのが2日間ぐらいあってっていう風な生理の形に変わったりっていうことがありましたね。あとはレバー状のものがゴロゴロ出とったのが産んだ後出なくなったっていうこともあったし、もういろいろ変化がありましたね。だから生理痛のきつさっていうのは私はそんなに毎回変わらなかったですが、ただ今12人目産んだ後生理痛がねなんかね見事になくなってるんですよね。ほぼないんですよ今。生理はあるんだけど生理痛がないんですよ。
おお、まだこれこういう形で来たんかとも思ってるけど、私も今48歳なんですね。って考えたらこれもしかして更年期かと。はい、生理痛がなくなってるっていうことは、だいたいいつもあったのがなくなってるっていうことは、あ、まともに排卵してない、生理は来てるけど排卵起きてない可能性もあるかな、これ更年期の一つの症状の一つかなともちょっと捉えて、あ、ちょっと寂しいなとか思いながら適応していこうって思ってるところなんですけど、まあそんなことで人によって毎回毎回同じ人でもこれ変わっていくのでね、全く一緒かったらそうでもないかなというふうに思います。まあ個人差であったり、その時その時によって違うよっていうことですよね。で、まあ産後の生理がひどくなる一番大きな原因っていうのは、まあこれね、どんな時でもね、便利な言葉でいつも言われるんですよね、ホルモンバランスの乱れですと。はい、これとてもね便利な言葉で、もう何でもかんでもホルモンバランスが不安定なんかね、乱れてるんかな、産後やからみたいなね、そこにつなげていって言ってしまうんですけど、いや実際そうだと思うんですね。でもね、みんなからさ、こうホルモンバランスの乱れって言うと、よう分からん、何なんホルモンバランスの乱れってっていう風になるんですけど、まあ授乳中はとにかく赤ちゃん生まれておっぱいあげないといけないってなったら、体が授乳ホルモン優位に立ってるわけですよ。だから女性ホルモン優位っていうのは、次の妊娠をしたりっていう方向に、こう生殖っていう方向に無意識に体が動くっていう方向になるんだけども、それやられると赤ちゃん育てられないでしょ。だから赤ちゃん育てるためには次の生殖ちょっと待ってな、今無理やからっていう状態に物理的にしちゃわないといけないわけですよ。なのでおっぱいホルモンが優位に立つ、でも体は次の妊娠方向にも向こうとするけど、授乳ホルモンがそれ引っ張る、まだやで言って、いや行ってもいいの、いやまだやでみたいな、この繰り返しをやってるわけですよ。どうすんのみたいなんで、安定心品というのがね、産後のホルモンバランスの乱れっていうところになってくると思うんですよ。なので産後の生理ひどくなるっていうのは、その女性ホルモンがもうバランスぐちゃぐちゃ、もうめちゃくちゃっていうのも一つひどくなる原因のね、大きな主要なものになるのかなとは思います。あとおっぱい、その授乳をしてるかしてないかにもよるかな。やっぱ授乳中はもうバランスぐちゃぐちゃなので、生理の周期もなんか長かったり短かったり、量もすごい少なかったりめちゃ多かったり、もう意味わからんみたいになったりするのは当たり前なんだけど、断乳をしたらまあ3ヶ月以内ぐらいに綺麗にね、周期が整ってきて、生理痛っていうのもまあ安定してきて、あ、いつもの感じやなっていう風になってくるパターンが多いかなとは思います。授乳のそのね、産むっていうのは大きく関わってくるかなという風に思います。で、あとはですね、筋力、お産をすることによってお腹が大きくなってきたら、そんなバンバンに運動もできませんしね、適度な運動はいいよと言われるけど、お腹大きいからやっぱそのお腹の赤ちゃん守ろうとするから、妊婦さんは、そしたらこう立ってるだけでもお腹大きいから重心の位置変わってくるわけですよね。まっすぐ立てないですよ、妊婦さんって。まっすぐ立ったらお腹が重いから前に倒れてまうから、倒れへんためにどうするかって言ったら反り腰になるわけですよね。ということは、つま先よりかかとの方に重心がこうぐっといってしまって、こうやって反ってしまう、こういうね。で、歩く時もこうペンギンみたいにこうやって歩いてしまうね。こうスタスタスタってこう歩けないわけですよね。ってなってくると重心の位置が変わる。そうするとこう腹筋とか、どうしてもお腹守ろうとするから腹筋も弱ってくるし、でどうしても妊娠中運動不足になるしっていうので、筋力が低下してくるんですよね。でもこう体を温めたり血流を良くするために血液を回すっていうのは、この筋肉のポンプがなければそれはできないわけですよ。心臓ももちろん血液を全身送るんだけど、それだけではなくて、末梢に行った、この体の端っこの方に行った血液を心臓の方に今度戻そうと思ったら、この辺のこの筋肉がなければ、それを押し戻してくれるところがなければ戻らないわけで、だから筋力が低下してるとどうしても血流が悪くなるんですよね。血流が悪くなると骨盤の中の血流も悪くなるでしょ。で、その血流に乗ってホルモンは回ってるわけですよ。ってことは、血流が悪ければホルモンがうまく流れなくなるから、これ生理痛がひどくなるっていうことにもつながってくるわけですよね。だから出産後どうしても筋力の低下、これも生理痛を悪化する一つの理由かなというふうに思います。って考えたら、じゃあ何できるんかったら、筋力つけてっていうことになるんやけど、なかなか女もちっちゃい赤ちゃんおって、上の子もおって、もう毎日バタバタする中で運動、はい、ストレッチやってください。できるわけがないですよ。やろうと思ったでまず続かへんからね。なので私がいつもやってるのは、ご飯を作る
る時間にご飯作りながらずっとつま先立ちでご飯を作ったりっていうのをやっています。はい、そういうなんかしながら運動慣れへんかなみたいなことをやるっていうのをやったりとか、あとは銀行とか郵便局行ったところ窓口で待ってる時に座らずに赤ちゃん抱っこひもで抱えながら立ったままでずっとかかと上げて下ろして上げて下ろしてみたいなさりげない運動をずっとやってたりとかね。はい、そういうことでこのふくらはぎのポンプ、血液を心臓の方にブワーって戻してあげるっていうようなね、血流を体中良くするっていうような筋力のアップっていうのは絶対必要になってくるんかなと思います。なので生理痛ひどい人は特に生理前にその骨盤の中の血流が悪くなるからね、生理前にあそろそろあと1週間ぐらいで生理かなっていう辺から少し意識してご飯作る時につま先で立ってみるとかね、どっかで待ってる時にちょっとこうずっと上げて下げてやってみるとかね、スーパー行くのも一個ちょっと遠いスーパーまで歩いて行ってみようかなとかっていうようなことをちょろっと意識するだけでもその回のその時の来る生理痛軽減されたりもするかなとは思いますね。あとはまあ月並みですけどね、消化のいいものをしっかり食べてもらうとか、あとは服、これも締め付けてしまうとこれも血流悪くなりますからね、かかとの低い靴スニーカーとか履いてもらって体ゆったりできるようなそういう服装を心がけてもらうっていうこととか、まあそこら辺かな。あとは体は冷やさないようにね、薄着すぎないように温めてあげるっていうことも重要やし、あとお風呂を本当はね湯部でもゆっくり使ってもらってしっかり温めてあげることでこれも血流良くなって生理痛マシになるんやけど、なかなかね赤ちゃんいたらもうカラスの行水になってしまいますのでね、なかなか難しい。ならばその代わりこれもおすすめなのは、寝る前にまあ例えば赤ちゃん授乳中やったら赤ちゃん添い乳しながらでも構わへんし、上の子寝かしつけながら絵本読み聞かせしながらでもいいんですけども、湯たんぽにお湯を入れてもらってそれをお股の間に挟んでおくみたいなこと、これ夏でもやってもらったら意外と気持ちいいんで、はい、こんなんやってもらったら、いや湯たんぽ持ってないですっていう人は1リットルとか 1.5 リットルのペットボトルに50度ぐらいのお湯入れてもらって、それにタオル巻いてもらってそれをお股に挟んでおくっていうだけでも全然変わってきますので、そういうようなことを少し取り入れてもらってもいいのかなとは思いますね。であとはですね、生理痛の原因としてはプロスタグランディンって言って、生理痛ってなんで起こるかっていうと、子宮の内膜がこういつ受精卵が来てもいいようにこうふわふわになったけど受精卵来へんかったらそれ剥がして外に出すっていうのが生理やんね。でその内膜剥がしてもほっといてそれ膣を通って出ていってくれるかって出ていってくれないわけですよ。それをベリベリって剥がして外に出そうと思ったら子宮が収縮しないといけないわけですよ。その子宮の収縮っていうのは、子宮っていうのは筋肉の塊なんだけど、その子宮の筋肉を収縮させるためにプロスタグランディンっていうホルモンが分泌されるんですね。これが生理の前ぐらいから分泌されるんだけど、それが分泌されきってしまったらもうめっちゃ痛い状態になる。このプロスタグランディンでこれ分娩誘発とか促進剤でも使う薬の名前だったりもします。プロスタグランディ筋肉を収縮させるっていう薬なんだけども、それが結局天然でブワーって出てしまう、できてしまったらもうめっちゃ痛いわけやからね。ほんならもう生理前プロスタグランディに出始めたっていうところで早めに痛み止め飲むんですよ。もう痛くなりきってから飲んだってプロスタグランディできてるからね、できてるものをなかったことにはできないので、もうこれ効かないんですよ薬。だからプロスタが出始めたところで早めに薬飲んでもらうことで出すぎるのを抑えてくれるから痛みがマシになるわけですよ。だから痛み止めはね、別にね毎月毎月3日4日飲んでもらっても全然それ効かなくなるとか体に悪いとかいうことありません。なので我慢しなくていいから痛み止め飲んでください。で授乳中のママたちはね、強い痛み止めを飲んだらおっぱいに移行したりっていうことがあるので、これ産婦人科とか行ってもらって軽めのね、軽い痛み止め、まあ、カロナールとかになってくるかなと思うんですけども、はい、そういうものを処方してもらうっていう風にしてもらったらいいのかなとは思いますね。あとは産後はね、やっぱりね、こう子育てのねストレスだったりね、あとね夫婦関係、まあ、ガルガル期、はい、クライシス、いろいろありますよね。まあ、ママたち赤ちゃんを守るためにも心がもう乱れるわけですよ。はい、これもまあ産後のホルモンバランスっていうところに一括されるかとは思うんですけども、どうしてもこの慣れない子育てっていう初めてのこの環境に適応していくのには時間がかかります。たくさんのストレスと、ね、不安を抱えてママたちは子育てをしている。
っていうふうに考えたら、このストレスとか不安とか緊張っていうのも体をぐっと緊張させてしまって、血流を悪くして体を冷やしてしまって、これが痛みにつながっていくっていうところがあるんですね。だからそういうのが強い人もやっぱ産後生理ひどくなる可能性っていうのは高いんかなというふうに思います。こればっかりはね、もう子育てに適応していく、慣れていく時期を待つしかないと思うんですよ。だから中にはその生理痛が産後にすごくひどくなった理由として病気が隠れていることもあります。子宮内膜症の悪化であったりとか、子宮筋腫が大きくなってるとか、何かこの原因があって婦人科でちゃんと治療を受けないといけないっていう状態が根本にあっての生理痛ひどいっていう場合はね、病院行かなあかんけど、それが全部ないよっていうことであれば、その、子育てのしんどさ、夫婦関係、義理のお母さんとの関係、いろいろこう思い通りにいけへん子供、もうそういうところへの緊張とストレスが痛みをひどくさせてるっていうところはあると思います。これも時期が来るのを待ってあげる、薬を、ね、痛み止め飲みながら、あとは漢方が効くこともあるので、漢方なんかも処方してもらっていいのかなと思うんですけどね。でもそれでもダメだっていう時、受診してほしいポイントをねちょっと言っときますけども、まずナプキンが、昼用のナプキンが1時間も持たずにもうボトボトになる状態であるっていうね。あとはもうレバー状の血の塊がゴロゴロ出てくるっていうような状態。あとは昼でももう夜用ナプキン一番でかいやつやってへんかったらもう全然無理ですっていうような状態。あとは月経血が続くのが8日以上、1週間超えてきて8日以上まだ結構赤いのが出続けてるよっていうような状態。あとはもう生理の前から生理痛にもうめまいや動悸や吐き気やもう頭痛や、もうちょっと日常生活がままならないよっていう状態があるっていうこと。で、あとは薬を飲むんだけど、その痛み止めの薬が全く効かないよという状態。はい、この6項目に当てはまる場合は、産後やからホルモンバランス崩れてるからしょうがないやん、ストレスかかってるししょうがないやんでは済まされない理由がある場合がありますので、この場合は産後の生理ね、しんどかったらぜひね、婦人科を受診していただきたいなっていうふうに思います。はい、ということで、まあね、産後の生理のね、そのひどくなる理由っていうのは、一つこれだけこれだっていうことではなくて、今お話しさせてもらったみたいに、いろんなことが重複してきて、それがこの生理痛のひどさっていうのを引き起こしてるっていうふうに考えられるので、これだっていうのは言えないんですよね。だから自分のその生理痛がどんな感じで、今自分の生活スタイルがどんな感じで、メンタルはどんな感じでっていうところをこう総合的に見ていくことで、あ、これもうちょっと我慢して痛み止めで様子見たらいいかなとか、これ病院行った方がいいかなとかっていうのがなんとなく見えてくるかなと思います。だからもうどうしても辛い時はもうとにかく一人で何とかしようと思わないこと、生理痛があるのが当たり前だと思わないことね、ぜひしんどくてたまらん時は専門家にね、助けてって言えるっていうのを、もう病院ってちょっとそこをやってもらったらすっごい楽になって、赤ちゃんとの生活も楽しく送れたりするのでね、はい、もっと行けばよかったっていう声もよく聞きますからね、我慢をせずにダメな時はね、ぜひ専門家を頼ってみてほしいなというふうに思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。